ろそろスタートするぞ。惜しかったな。もうちょっとだったよ。ほら、これが商品だ。ありがとう。さあ、もう仕事の時間だ。行くぞ。今日もよろしくな、リョウ。ああ。今日は荷物の入れ替えをやってくれないか。ああ。まずここにある荷物を第8倉庫へ運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら、今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。場所は知ってるな。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。よっ。間違わないように気をつけるんだぞ。ノルマはマップに書いてある。分かったよ。
こんなところに置いたらまずいな。こんなところに置いたらまずいな。
おっと。マイちゃん、ゴロ。兄貴、俺、堅気になるつもりなんすよ。真面目に働いて、こいつと結婚したいんす。結婚って、まだ高一だろ。病人知らないの？女の子は16で結婚できるの。でも、ゴロなんかと。だってゴロちゃん、頭悪いけど、ハートはすっごくいいんだ。でも、ゴロだぞ。じゃあ、兄貴、今日はこの辺で。じゃあね。なんだい？マッドエンジェルスの取引の。知らないよ。そうですか。いや、外国人が二人こそこそ嗅ぎ回って怪しい連中だったけど。怪しい外国人。すいません。え？流殺。流殺？マッドエンジェルスなんかの。そういや、葉月って。そうですか。今私すいません。今ごめんなさい。何ですか？流殺。流殺？マッドエンジェルスなんかの。他当たってくんないかな。わかりました。あすいません。ん？取引のこと。それって。ええ、そうです。そうですか。さっき怪しい連中を見たけど。本当ですか？ああ、休憩所の前あたりを歩いて。そうですか。
村上。なんだ？マッテン、いつなのか。取引？見慣れない外人。そうか。どうも。だいぶ。はい。葉月くんは決めてない。そう。沼久保さんは。僕は、みんな。そうですね。葉月くん、やめないで。はぁ、あ。マーク。リョウ、ビッグニュー。え？トニーとスミスがもうすぐ流産。本当か、マーク。多分数日後だ。わかった。Be careful. ああ。No problem. 俺よりも、流殺の日。簡単にはわからない。奴らにとってとても重要。あいつらに直接。そうかもしれない。わかってる。リョウ。トム、はい、ちょっと、流殺って、流殺、マッドエンジェル、流殺がいさあ、そうか。おじさん、悪いが、構わんでくれ。そうですか。何か取引が、ちょっと誰か、そうですか。どこか見、いえ、すいません。何かご、いえ、どこか、いえ、すいません。いらっしゃい。久坂さん。そうね、忙しい。そうですか。じゃあ、ま、すいません。なんだい？マッドエン取引。何のですか？そんな。わかりました。はい。流殺。流殺。マッドエンジェルスのやつ。流殺ね。なんかのさ、心当たりな。そうですか。仕事に戻るか。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。
いつら。聞きたいことがある。流札を知ってるな。何のことだ。とぼけるな。そんなもの知らないね。へっ。おい待て。くそ。グッバイボーイ。くそ。 Hey Bob, help! I'll take care of him!Hey Pedro! You got trouble? Gokuro-san, boy! あいつら。聞きたいことがある。流札を知ってるな。何のことだ。とぼけるな。そんなもの知らないね。へい。おい待て。Hey Bob, help! I'll take care of him! Hey Pedro! You got trouble?流札の日はいつだ。知らないよ。腕をへし折られたいのか。本当に知らない、ね、マッドエンジェルズのボスしか知らないよ。ボスは誰だ。テリーだ。テリー、お願いよ。ミーが喋ったこと誰にも言わないでくれ。でないと海に沈められる。そいつはどこにいる。知らない。本当テリーはとても用心深いよ。ご苦労さん。はい、ありがとうございます。ああちょっと。はい。さっきあんたに客が来たよ。客？ああ、背広を着た若い男でな、あんたにこれを渡してくれって。どうも。ん？マッドエンジェルスがお前を狙っている。注意しろ。秘書か。そうか、流札のこと。新大臣なら何か知ってるか。葉月。新大臣、流札の日、乱亭は来るのですか。なぜお前が流札のことを。マッドエンジェルスを締め上げて聞いた。で、乱亭は来るのか。乱亭は
流札とは関係ない。奴らと取引するのは私有門の下部組織だ。だがテリーたちは乱艇を沖の母船まで運ぶ手配をしている。奴は大幹部の乱艇を案内して私有門に有利に取り入るつもりだ。あなた方が流札を阻止しようとしていることをテリーたちはすでに掴んでいる。我々が扱うには主に高価な書画、骨董や宝石類だが、テリーたちは薬に手を染めている。今度の大掛かりなにはそれだ。奴らをのさばらせておけば俺たちのマーケットは壊滅だ。我らのルートを荒らされれば中国の仲間にも迷惑がかかる。さあもう分かっただろう。巻き込まれないうちに帰れ。そうはいかない。君のような若者には手に負えんことだ。流札の日を教えてください。それは言えない。だが時期を待て。私の忠告に従えば悪いようにはしない。父さん。仮にも修玄達が私を頼れと手紙をよこした男の息子だ。今日はこのまま帰りたまえ。わかりました。ひとまず引き上げます。君が無駄に命を落とすことをお父上は望んではおるまい。ハニーさん。はい。ハニーさん。お腹、ホットドーグ。すいません。あの。今日もガムコーヒーで。すいません。ハニーさん。どう？何か食べてく？すいません。いや。はい。相変わらず。Where is？ いや。トム。Hey！ どうだい？ Where is？ いや。ま。おじいさん。おお、お主か。どうじゃ、精進しとるか。ええ。よし、ほんじゃ次は応用を教えといてやるかの。応用？影見のですか。面倒じゃから一度しかやらん。よく見ておけ。この間教えた時は相手の背後に回り込むだけじゃったが、今度は回り込んだ後相手の首に手刀を落とす。無防備の首は予想以上に脆いからの、力の加減に気をつけることじゃ。回り込んだ後即座に手刀を打つのがコツじゃ。よく練習しとくとよかろう。わかりました。ありがとうございます。釣れますか？いや、君、釣りのはズバリ。マーク。I don't know。 どうやら、テリー。いや、いいんだ。マーク。テリーのこと。あ、よう。なんだ。Better what？ 予感？ただの気のせいだ。わかった。マーク。Sorry。
忘れますか。いや、今朝からポイントが。調子はどう？やっぱ、いやさっぱりだ。釣れますか。いやさっぱり、魚ね。すいません。悪いが、仕事中。いらっしゃい。店。そう。そうですか。じゃあ、ま、悪いけど、今。ちょっといいか？あ？テリーって知る？向こう。ちょっと、ん？なんだ？今手がまた後に。そうですか。調子はどうですか？いや、今日は全ちょっとば。なあ、兄貴、お前に来ますか。わかった。すんません。ここでやっぱ今朝から波がた。すいません。ごめんね。急いで。なんだい？もう帰って。今日は全。すいません。ごめんなさい。今は。すまない。早く。
さん。りょうさん。なるべく、ああ。